どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールダークウォー、キャラクターを見ていきたいと思います。まずは、この下のメニューなんかヒーローをタップすると、なんか、今まで実装されたキャラクターかなが一覧として見れるような仕様になって、紙仕様なんでね。で、まずは俺の持ってる SSR のイグザアリマから。まあ、前回見せたよね。3D モデルはこんな感じで、2D がこれ、ほら、フィギュアみたいになってるね。まあ、インボケとか、グルカルとかの時は、カードみたいな感じだったね、イラストで。でも、このゲームでこうフィギュアみたいになってるっていう、めちゃくちゃかっこいいよねこれ、で 3D モデルもちゃんと見えるっていうね。はい、こんな感じです。まあ俺が持ってる SSR 今有馬だけなんで、こいつ一体しかいませんけど、レアとかはね、3D モデルがあるだけで、まああるだけでもいいんですけどねこれにイラストついてたらもうびっくりするけどね。はい、めちゃめちゃかっこいいよね。重装の 3D モデル、ジェイソンがさ、こうキラキラうごめいて、はい、早く使いてえなこの。でもレアだからね、すぐ当たると思うんだけど。で、レアとか SR とかっていうのはピースがね、こう30個集めればいいんですよ。ほら、30分の5って出てるでしょ。だから、レアとか SR は、まあ、30個集めるだけでいいんだけど、SSR になると80個集めなきゃいけないっていうね。で、これ、はい、月山ですね。これはルート A の最後の方に出てくる、あの、金木を止めに行くとこですね。アンテイク編の。行かせないよのとこ。はい、3D モデル。これが 2D モデルですね。これもフィギュアみたいになってて、行かせないよ歩いてきてるとこですね。で、次。これあれだな、次、いちいち下降りなきゃいけないから、あれか、ペラペラめくっていく感じにするか。で、次、ホージさんですね。はい。チーシャ持ってますね。チーシャもでかい。これ、グルカルの時めちゃくちゃチーシャでかくてね。これ、物理的に持てるのか振り回せるのかと思ったけど。で、2D がこんな感じ。ホージさんに関しては全然、あれだね、フィギュア感がないね。これ、ただのイラストだね。うん。まあ、多分、新規イラストだと思うけど。かっこいい。チーシャ。早く使いてえな。てか、なかなかね、当たんないからね。で、次、月山。また月山なんですけど、これ、多分、夏のイベントの時のですね。浴衣、月山。うん。週、月山、浴衣って書いてるでしょ。で、2D はこんな感じ。これはフィギュアみたいな感じだね。鳥居もちゃんとあって、うん。かっこいい。美しい。で、次、リゼですね。これも夏、なんか、浴衣。リゼ、髪白、浴衣って書いてますね。はい、かわいい。これはフィギュア基調じゃないですね。かわいいんだよな、普通にこのゲームのリゼさん。で、次、はい。ナシロですね。ナシロのさ、イラストさ、これ見て、フライパンに乗ってるように見えなかった。今いいでしょ。俺フライパンに乗ってんのかと思ったもん。フライパンに乗ってなんかチャーハン炒めてるように見えない、これ。フライパンに乗ってさ、チャーハン炒めて上から胡椒パラパラーみたいな感じしてるように見えるんだけど、これ狙ってない、ちょっと。笑っちゃう。これあれかな、ルート A で、襲った時かな、金木を。あ、やべ、戻っちゃった。いや、マジでね、このゲームすごいんですよ、本当に。いちいちカードとね、こう 3D イラストがね。で、はい、またこれ浴衣ですね。浴衣のアキラ。いや、俺夏イベやったことないけど、これ多分夏しか手に入らないよね。かわいい。で、これほら、俺ね、マジですごいと思ったのが、二人いるんすよ、これ。一つの、なんて言うんだろう。SSR で二つキャラがいるんすよ。金木&トーカ。やばくない？これめちゃくちゃ 2D のイラストやべえから、マジで。ほら。めちゃくちゃ良くない？これ。俺、こういうの欲しかった。なんか、インボケで、最後、派遣キャラで、なんかその、なんて言うんだろう。死神の金木と、あと、ひなみか、ひなみ。コクリアを脱獄するときの、金木と、ひなみのイラストが両方映ったやついたんだけど、あれ、派遣なんだよね。キャラとして使えなかったんだけど、こっちキャラで使えるっていうね、めちゃくちゃ良くない？このイラストマジ最高なんやが。俺、こういうの求めたんだよ。で、はい。来ました、ひなみですね。これクリスマスのひなみ、めちゃくちゃ可愛いよ。はい、可愛い。はい、可愛い。何普通に可愛いんやが、なんかもうインボケとかグルカルのイラストとか差し置いて、こいつ可愛いんやけど、普通にこのクリスマスのひなみやばいんやが。はい、で、次クリスマスのトーカスね。 3D モデルも最高やな。これアップできる？アップはできないのか。これでアップできたら最高なんやが。で、フリフリ可愛いな、これ。はい、こんな感じですね。かわいいでしょ。トーカファンにはたまらないんちゃうか。もう全部コンプリートしたいけど、多分ガシャで出てこないから、うーんってところなんですよね。はい、来ました。はい、マド&アモン。また、二人で一つのキャラクターです。はい、かっこいい。どう？堂島海っすよ。堂島海。堂島海を持ったアモンとアキラがこう、二人で背中合わせで戦うって、こんなシチュエーション、このゲームでしか見れねえよ。最高なんやが、このイラストは。で、はい、クロシロスね。
はい、かわいい。俺、なんか、煙がバーンって出てる感じがまたいいよね。これまたあれか？チャーハン炒めてるとこか。さっきもなんか煙出てたけど。これまた、なんか、料理してるとこのあれなのかな。はい、で、ひなみっすね。これ 3D モデルバカ怖いんやが。顔怖いけど、これ多分 2D はめちゃくちゃ可愛いよ。はい、可愛い。あ、フィギュアっぽくないけど。可愛いですね。これバレンタインかな？バレンタインのひなみちゃんですね。可愛すぎか？マジで。ひなみ優遇されすぎなんだか、このゲーム。で、はい、アキラのバレンタインですね。笑ってくる。なんかさっきも笑って、あ、でもな、浴衣の時も笑ってなかったくないか。うん。で、次。はい、来ました。新たプロとの篠原ですね。まがまがしい。ちょっとあれかな。色が黒目かな。でもアニメもこんな感じだったよね。うん、かっこいいな。で、はい。なんかあれだよね。結構いろんなゲームで、この、新たプロトとか出てくるけど、こういう姿勢が多いよね。最初、あれかな、フクロウ、ルート A の第1話で、フクロウと戦うとき、黒岩と篠原、こんなポージングだったかな、確か。食い尽くされる。うん、ちょっと似てると思う。で、はい、リゼですね。バレンタインリゼ。こいつは格出してるな。はい。かわいいと言っていいんだろうか。うん、綺麗系ですね。で、はい、バレンタインとか、はい、かわいい。いや、なんかちょっと適当じゃん。なんかこれちょっと切り抜きっぽいぞ。なんか合成チックな感じするんだが。気のせいか。で、はい、来ました。コマさん&カヤさん。まだこの二人がね、並んで見れるとはね、このゲームだけじゃないか。うん。特にコメントはなしだ。フィギュアっぽくなってるとやっぱなんかかっこいいんだよな。フィギュアっぽくなっててほしいな、なんか。このゲームの特徴なんだから。今ね、この重蔵鈴矢のイースターっていう、うん、なんて言うんだろう、スキンなんだけど、このイースターっていうのは何か分かんなくて調べたんだけど、どうやらね、アメリカの方であるイベントっぽい。うん。ハロウィンとかクリスマスほどの知名度ではないらしいけど、なんか日本でも結構、なんて言うんだろう、有名になりつつあるみたいな書かれたけど、うん、俺は知らなかったっすね。うん。かわいい。バニー。で、はい、これもイースターっすね。ひなみちゃんなんかいつもこの後ろかぐねくるくるって巻いてるけど、なんだろうこれ蝶っぽいよね。蝶もこんな感じじゃない？あ、蝶あれか。なんか くちばしというかさ、ストローくるくるっていつも巻いてんだっけ。はい、かわいい。かぐね引っ込むな、ひなみちゃんは。これやっぱ、何？右手に持ってる卵はそういうことなの？このイベントのあれなの？これで、アキラのイースターですね。アキラもやっぱ卵を持ってる。やっぱ卵がなんか鍵なのかな？このゲームの。ゲームじゃねえよ、このイベントの。で、イースターのトーカーですね。イースターのトーカーも卵持ってるけど、みんななんかこの、ペイントされた卵を持ってたりするね。で、次、浴衣クローナですね。かわいい。なんか、やっぱ、黒白って服もそうなんだけど、ノースリーブじゃん。ノースリーブだから、エッチーよね。なんかちょっと、右だけノースリーブみたいな。俺、ノースリーブの浴衣なんて初めて見たわ。で、ナシロですね。うん。ナシロは左肩がノースリーブ。で、クロナは右肩がノースリーブっていうね。で、はい。有馬気象の浴衣。はい、ですね。まあ、なんか、インボケで登場しそうなイラストだよね。この、ここら辺は。インボケも浴衣あったよね。ごめん。俺、記憶ないわ。あんだけ動画上げたけど、浴衣あったよね。多分。うん。記憶ないっす。とりあえずここで前半戦終わりにしますか。また、残りは後半で紹介していきたいと思います。では、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。